あなたの頭脳は 1000%。 どうも、アマキンです。今回ご紹介するデッキはこちら、ブライゼナーガー。はい、というわけで今回はよくあるブライゼナーガデッキ、まあ、シールドトリガー満載のブライゼナーガデッキにみんな大好きエターナル呪文、エターナルゲートを入れたっていうね、まあ、誰でも思いつくブライゼナーガからのカウンター、そういったデッキになっております。で、最初はね、自然を入れて、まあ、マナー加速して早めに出すっていう感じのデッキでやってたんですけども、結構ね、まあ、このマナーブーストが腐る、まあ、ブライゼナーガからこのマナーブーストが出てもあんま嬉しくないっていうのと、結局2ターン目にライフ引けてないとあんま意味ないっていうことで、自然は抜かして代わりに光を入れてちょっと防御固めにしてみました。まあ、カウンターと言ってもね、結局負けたら意味ないんで、まあ、アクアリバイバーとか預言者リクがね、獄門と相性悪いように感じるんですけども、結構これでなんかシールドの枚数調整できたりとか、まあ、単純にトリガーでまたクリーチャー増えたりとか、結構いい仕事してくれるんで、本当にね、ギリギリまで耐えようとして負けたら意味ないんで、まあ、こんな感じでこう程よくね、いい具合にギリギリをこう攻めるっていう感じで、光入ってる方がそういう調整しやすいんで、こんな感じになりました。まあ、あとね、結構なんか早いデッキと当たったりすることが多くて、ブライゼナーが使わないことが結構あります出す前に使う、出す暇なく結構削られちゃって、あ、もうこれいけんじゃねってなって、もう普通にゲート打ってそのまま殴って勝つみたいな、勝手にシールド割られるっていうことがね、結構あるんで、最悪ブライゼナーがいらないかもしれないっていう、まあ、コンセプトとしてやっぱブライゼナーがからのエターナルゲート、これやっぱやりたいんで、無課金なんで3枚しかないんですけども、いやでもマジ3枚でいいですわ、これ4枚いらないわ、最悪マジでブライゼナーがいらないんで、まあ、そんな感じでやっていきます。ザイアーや、トリガー注意、私のトリガーは 1000%、 君とは桁が違う、そしてルカちゃんの脇の11度は 1000%、 レロサが違う。ザイアーや、まあ、レシピ見てもらえば分かると思うんですけども、4ターン目まで4マナ貯まるまで動けない欠陥構築なんで、まあ、そこのとこね、よろしく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 ね。おっと、これはまさかヘドリ、え、なにこのデッキ、ヘドリアンデッキ、え、なんだこれ、やべえやべえやべえ、向こうやべえぞこれ、変態デッキいただきました。じゃあね、ブレインチャージャースタートかな、ブライゼナーガちょっと引いていこう。これはん、クローンホーンクローンホーン、ありえない 1000%、 ありえない、なんだこれ、ド変態にも程があるんだろこれ、どんな性癖してんのこれ、スケベすぎんだろこのデッキ、ルカちゃんの脇もエッチすぎるけどさ、ドスケベすぎるけどさ、向こうのデッキも相当スケベだぞこれ、ド変態すぎるぞこれ、何が飛び出てくんだこれは、なんだこれ、第何弾の環境なのこれは、デススモーク、お、キッシャ男普通に強いんだよ、やめてくんねこれ、ちょっとブレンチャージやめて、ブレンチャージやめて、お、キッシャ語でキッシャ語で、まあまあまあいいでしょう、キッシャ語でキッシャ語はまあいいでしょう、そうね、ホリスパークいいか、ブレインチャージャー、これでブライゼナーガ引いてこよう、来い、あー、こういう時に引けないんだよな、今引けてたら強いのにな、向こう殴ってくるか、しかしこちらのトリガーは 1000%、 さあ殴ってきなさい、いただきました、シールドトリガー発動、デーモンハントいただきました、いただきましたよ、ふん、あまり美味しくないです、ここはクリーチャーの方が良かった、プライゼナーがアクアリバイバーいただきました、ちょっとサウザーに似ています、パーフェクトライズ、サウザーイズボーン、プレゼンテッドバイザイアーや、ちょうど1000ですし、パワーが1000、サウザーでいただきました、アクアパウンサーだとなんて変態カード、おっと、あいつ何、来た、来ました、来ました、いただきました、いただきましたよ、ふん、
ブライゼナーが出動ですよ。いでよ黒神竜ブライゼナーが。シールド3枚いただきました。自分のシールド3枚食べたの。あ、お腹の中が新曲ですね。トリトントントタンタントティントン、トリトントントタンタントティントン、トリトントンってわけわからんボルギーニー。ターンエンドですよ。次のターンエターナルゲートでとどめと行かせていただきますよ。リップスコーピオン変態カードですね。いただきますよ。私の勝利とさせていただきますよ。呪文エターナルゲート憎悪と怒りの獄門、まさにアーク憎悪ラーニングファイル騎士男でシールドブレイクです。ブライゼナーガでとどめいただきましたよ。私の勝利ですよ。サウザンディストラクション私の勝利いただきました。相手がねあまりにも変態すぎて、まあ、正直接待デュエルっていうところもありましたけども、まあ、こんな感じでどうでしょうか。なんだこれ、おまけですよ。おっとウェーブストライカー、カモン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 、どうした。マッチョ、俺らマッチョはシックスパックリア充ベッドでセックスファックってなもんで、ブライゼナーが出してちょっとトリガーにもうワンチャンかけるしかないな。ブライゼナーがいただきました。さあ来なさいシールドトリガー来い、いただきましたよ。まずいですよ。これちょっとまずいな。あホリスパク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 ペガサス登場です。修正される前なので必ず出るとは限りません。ウォルポニカいただきました。なかなか運がいいです。トリプルブレイクです。来ました、シールドトリガー発動です。さあ情報修正前なのでまだ分かりません。何も来ないでほしいです。あ、ちょっと待って、これ俺のデッキにめっちゃ似てんだけど、この前紹介したデッキにすげえ似てるんだけど、嘘でしょこれ。え、まさかの赤。ちょっとおい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 、行くしかありません。なんで俺がペガサスになってんだ。エターナルゲート最後のシールドいただきました。邪魔だ